初期シー大吉、ミキシルさんということで今回も動画撮っていくんですけども、今回はね、ボムターバルーンの手札回しだったり、サイクルの作り方講座っていうのをね、やってみようかなと思います。そう、これね、前に企画募集した時にリプでいただいたやつなんですけども、やっていこうかなって思います。で、今日はグラチャレですね。まあ、マルチね、こっちやってなくて、ね、サブアカの方73行ったんですけど、あんまいいリプなかったんでね、グラチャレ行ってきて、それを解説っていうか、見ていこうかなって感じですね。で、参照からなんですけど、まずこれですね。まあこういう変なデッキっていうか、自作デッキ、相手に対しても、僕が意識してることとかね、まあ話していけたらなと思います。で、そうだな。まあこれは本当に正解というか、僕が考えてやってることだから、僕の考えだから、そう、正解じゃないんでね。まあなのであんま、正解じゃないってことだけは、はい、言っときます。で、ここコウモリ来たんで、ディガー切って、で、ここは手札集まってて、マスケ切ったら、プリンスか来たんで、ここね、高めのボムターでもよか、マスケでもよかったんですけど、ちょっと相手デッキがね、まあ、わかんなかったんで、で、そう、最初ここでね、まあ今思うとさ、ロイジャイかなって思って、なんかメガナイトロイジャイみたいな。でもあれ、プリンセスが吹き矢だから、なんか違うなと思ってて、まあよくわからずに、こうやってやってたら、まあ、バルーンが出てきてね。ここね、マスケが、まあ、これね、バルーンから抜いたんですけど、これ、ディガーがさ、マスケ殴ってたら僕やばかったね。終わってたんですけど、まあ、ここはね、ギリギリ耐えて、で、これで相手のデッキがもう大体分かったと。で、そうなったら、バルーン行っていいんですよね。その、相手のデッキが分かってからだと、攻めても OK かな。で、ここはまあね、そう、ウッド来ると思ったんですけど、一応スケ出して、まあちょっと遅れちゃってね、結構入っちゃうっていう。で、そう、もう相手の出てないカードが、あと1枚かな。そう、檻だけなんだよね。対空がコウモリと、で、ここは、あれだね、逆サイ誘導はしない。で、ここコウモリ切ったんで、これもうバルーン刺さるっしょって思って、多分行くかな。確か行くはず。プリンセスが、違うな、あれ？タルかな？タルから行ったんっけな。あ、そうだ、これディガー読みでタル転がしといて、で、スケも後ろから出して、プリンちゃんに対してバルーンディガーですね。うん。まあ、なんだろうな、自作デッキで俺が意識してるのは、本当に相手の対空把握ですね。これコウモリ行って当たってないんだけど。マジで対空さえ分かってから、対空がちゃんと分かってから攻めるの方が、まあ、確実なんでね。で、ここ相手逆サイ来て、ん？って感じだけど。で、ここはまあ、形組まれて攻められたらだるいから、一応ね、バルーンだけ飛ばしといて、まあ、これアイゴレでお散歩させて、まあ、マスキを生かすって感じですね。で、ここちょっと当たっちゃったんだけど。まあまあまあ、こんな感じでやっといて。これどうだっけな、延命できなかったっけな。あ、できてるね。オッケーオッケー。まあ、なんかこんな感じですね。で、ここは許容かな。何もしないで、ディガー削り。で、そうだな。もうこんぐらいの体力になったらディガー削りで勝てるって感じなんでね。いや、これなんだろう、難しいな。サイクルの作り方っていうか、まあ、ほんとこういう自作相手には、バルーンあんま飛ばさないっていうのが大事。で、まあ、あとは相手のデッキ分かってからだけど、その時に、その対面で強いカードを、なんか把握して、これだと、今のだったらマスケとかね、をちゃんと延命してあげるって感じですね。で、次、ジャイプリ。ジャイプリは、まあ、あんまきついっちゃきついけど、相手これディガー入ってないんで、そんなきつくない。で、ジャイプリって対空がメガゴトエレキだから、まあ、それを切ったら攻めるって感じですね。意識するのは。で、ここダクプリ来たんで逆サイにとりあえずディガー飛ばして、で、マスケ出して真ん中に集めて、これね、まあ、僕結構やりますね。逆サイに出して、同サイだとね、このメガゴも受けたいんで、なので、右側に出して真ん中寄せてみたいな。で、ここはね、エレキってバルーン行きたいんですけど、ここでね、行っちゃダメ。ここで行くのが良くなくて、ここで行っちゃうと、プリンス絶対出してくるんですよ、相手。この手札的にね、相手の。マスケ処理にプリンス絶対出してくるから、ここで逆サイ行ったら、まあ刺さるんだけど、ファイボーで防衛できるし、相手は。こっちプリンスめんどくさいんですよね。マスケなくてアイゴレも切って、スケも切ってるから、ちょっとだるいんよね。そう、だから一旦ここは受けから入る。
これちょっとミスった、でも。いや、これね、一発入っちゃうよね。これなんか、たるね。そう、プリンス後ろ下げようと思ったんだけど、できなかった。で、ここで、あの、欠材来るなと思ったんで、もう被せますね。うん。で、対空もないんで、相手。で、ファイブ防衛からのメガゴだなって感じで、で、メガゴに対しては、雪打たなくても一発入るなと思ったんで、まあ、打たずに。うん。って感じですね。なんかね、難しいんだよね。だから、そのさっきのタイミングで、行かないで一旦待ってから、防衛してから行くっていう。で、もうそう、それでもね、相手対空2枚切ってる状態だったから、バルーン止まんないんですよね。そうそうそう。で、ここは、なんか俺ディガーあると思ってたけど、相手ウッドだったんだよね。で、ここは、まあバルーン行って、で、ここはもう、あの、エレキ潰しの、ディガーはしないで、で、ここね、まあ、なんでしなかったかっていうと、その、どっちにしろ、バルーンディガーすれば、なんか、なんて言うんだろうな、その、エレキをさ、延命のためにプリンスとか出された時に、カウンターの形が組めちゃうんですよね、相手。で、まあ、ささ、あの、カウンターめんどくさいし、エレキで防衛もされちゃうっていう、結構ね、厄介な形になっちゃうんで、こんな感じでやると、相手が、そのプリンスをディガーに裂くんですけど、そしたら相手ね、カウンターの形組めないよね。エレキ先行するし、で、ジャイも間に合わないみたいな感じで、で、ここで、そう、雪玉飛ばしてあげて、そう、こんな感じで相手、ジャイ間に合わないよね。で、これを、その、なんだろうな、エレキ読みのところにディガー出しちゃったりしてると、プリンスエレキの形が組まれちゃって、防衛がちょっとめんどくさくなるから、だね、そうだね、エレキ読みはしなくていいかなっていう感じですね。エレキ読みディガーはね、なんか、相手によってって感じかな。ペッコーとかだったらまあ割とやったりするけど、まあ基本、その速攻でカウンター組まれちゃう形になっちゃうから、で、これ相手外してね。まあ、ここ当たってても多分勝ってましたね、普通に。そう、当たってても勝ってた。まあ、てな感じで、これは勝ちですね。そうだね。だからね、なんだろうな。え、これもう、終わりですね。うん。構えて終わり。そうだな、難しいんだけど、その、エレキ読みするときとしないときとの判断ってか、そうですね。でもね、ジャイプリはあんまエレキ読みしなくていいかなって思いますね。なんか、メガゴもあるし、まあ、さっきはないタイミングで攻めてるけど、本当だったらメガゴもある状態だったら、もうなおさら、その、エレキ読みディガーとかしたところで感あるしね、ちょっと。そう、なので、まあ、カウンターの形組まれないように、できるだけ攻めてあげるのがいいかな。で、次が、メガラムですね。うん。これはまあ、今流行りの。まあ、雪玉型だから俺ちょっと苦手なんだけど。まあまあまあ。この対面は、もうアチャクイに対して雪玉打つタイミングがめっちゃ難しいんですけど、それ多分慣れたらね、まあちょっとはいけんのかなって感じ。俺もあんま苦手なんですけど。で、ここは、ま、スケ足して、まあ、基本僕、初手でディガー切ってますね。ディガー、タル、雪とかは切ってるね。で、ここもね、そう、あの、LSP が戻ってこなかったら、タル結構入るなと思って雪打ったんですけど、LSP 帰ってきちゃってね。で、ここ相手が、雪玉と、ラム切ってるんですよ。で、ここでゴースト来たよね、相手。そう、だからこのゴーストに対して、マスケ合わせて、で、ここにライトニングってきたら、バルーンいけんなと思ってて、ちょっと待つ。言うの来て、そう、ここスケ出して、このライトちょっとだるかったけど、まあでもここで相手ライト切ってて、もうエリクサー的にね、こっちの方がめっちゃアド取れてるから、で、ここでもうタルもいるし、3アドぐらい取れてるから、バルンディが行きますね。で、ここがね、難しかったなぁ。これね、雪玉、クローク来てから雪ですね。で、ギリギリ入るって感じですね。さあ、アチャクイね、雪玉に対して弱いんですよ。で、クローク使ったタイミングで、まあ、いいタイミングで打ってあげると、今みたいに入る。けど、クローク使う前に打っちゃったり、その、なんだろうな、タイミングミスっちゃうと、結構守られちゃったりするから、今のも結構際どかったんだけど。だ、それが難しいっすね。
で、ここはもう右端からマスケ出して、で、まあ適当にスケ出してタルかな。で、ここなんで、あのさ、キング裏からじゃなくて右端に出したかっていうと、まあもしね、ワンチャン形組まれた時にライトニングで巻き込まれたらだるいなと思って。で、ここはもう雪ディガーまで行って、マスケ刺す感じで、行ったら相手もすぐ対応してきてね。ここちょっとね、なんかどうすればいいか分かんなかった。ライト打たれて、俺これ一発ボムター受けてくれるかなと思ったら、そのまま走ってきてさ、意外と止まんなかったよね。まあでもここは適当にね、ユニット出しまくっとけば、まあ、なんかね、この真ん中に集めとけばさ、とりあえずいいみたいな、まあ高回転の強みなんだけど、それ。真ん中に集めて処理してれば、いい感じになるっていうね。で、ここは、まあ、あの、バルーン使って、アチャクイとラムを咲かせたって感じですね。これ、もうでかいね。まあ、次のバルーンで刺さるし、まあ、こうなったらディガー削りでもいいしね。で、相手クローク使ってたんで、ここはね、軽く守れるって感じで。で、ディガーも削って、で、ここ、ケツから磨かないときたから、もうバルーン竹取りディガーで勝ちだなと思ってね、言ってますね。まあ、本当はね、このぐらいになったら、バルーン無理やり飛ばさなくていいんだけど。まあこうやってね、相手がちょっと甘えた時とかは、バルーン竹取りディガーってのが最後のね、手段としてはめっちゃ強いから、やりますね。だからほんと雪玉だな、これは。雪玉のタイミングとか、ですかね。サイクルの作り方っていうか、なんだろうな、ラムは本当に2周目のバルーンを刺す感じで、刺す、やりますね。あとは相手がラムを切ってくれたりとか、さっきみたいにね。で、雪玉持ちの相手とかは、まあ、アチャクイと雪玉だけでもバルーン守られちゃうから、本当に難しいんだけど。まあ、そうだね。だから、2周目かな。ラムは基本2周目を刺すっていうのと、ライトニング相手に打たせて、ちょっとアドを回収するっていうのも手ですね。さっきみたいに。マスキーないと打ったら、2アド取れるんで、それでさっき3アドぐらい取れてたから。まあ、アドを取って序盤のうちに行くっていうのは、ありかもしれない。ということで、ラスト、なんかこの敗北枯渇みたいな。ちょっときつそうな、まあ、あんまきつくなかったけど、よくわからんデッキ。なんかこれ合ってるかな、ただのリップ解説みたいになってるかな。リップ解説だよねこれ。リップ解説でもいいんだけどさ、別に。なんか難しい。で、ここはね、本当にね、こういう手札の時困るんですよ。その小屋に対してマスケが一発も殴れなくなるじゃん。殴れなくなったんですよね、加工されてマスケが。で、そしたら、ファイボと、やりゴムの一発で、マスケ飛んじゃうんよね。で、ここも手札マジで詰まっててさ、やることなすぎて、浮き玉切ってから、たるかな？うん。そうだね。だから、これも、多分僕、あんまバルーン飛ばさないですね。その、相手のデッキがまだわかんないんで。で、ここは、なんだ、アウトロー来たし、ゴースト向けたいから、ボムで受けて、で、ここマジアッチ来てね、ミスってくれて、いや、これでかいですね。で、まあ、この樽は正直無視でいいんだけど、ここでね、ロイホグが来たのかな？そうだね。これで、わあ、なるほどね、と思って、全力防衛ですね、一旦。まあ、だいぶ入っちゃうんですけど、そう、ここだね。相手が結構今攻めてきたじゃないですか。アウトロー切ってたし、ま、マジアチャ切ってたし、その僕のマスキーに対して樽も切ってて、まあ、アド取られてないなと思ったんですよ、この状態でね。そのロイホグもユニットで受けれたから、でこんな感じで形が組めてってユニットが残ってたから、ここでバルーン行きますね。まああってもザッピーかホバでしょうと思ってたし、ホバでしょうと思ってて、でここはもうこの5コストっていうか、あんまエリクサないんですけど、カツカツでバルーン飛ばすで一発入れるって感じですね。いや、これね、まあ、これに関してはマジで慣れかもしれない。なんか、ユニット固まってて、てかユニットが残ってて、相手が結構エリクサ使ってアドも取られてないなって思った時とかは、結構やりますね、俺は。で、これ相手、そうだね。まあ、これはま、難しいな。で、ここはボムじゃなくて、マスケ切って、マスケに速攻ファイボ来るんで、その相手マスケに、ね、対してファイボしかないから、このマスケをもう延命ですね。延命してあげて、で、今ファイボと小屋切ってて、まああとザッピーしかそのバルーン止めるカードがないから、ザッピー読みのディガーしてあげて、
雪まで打って突破して、でこうやってね攻めてあげることによって左のゴーストは軽く受けれるって感じで、でまたここはユニットたちで回収できるんでみたいなね、このサイクル作れたらまあ勝ちですね。もうなんか5枯渇とかこういう相手に対してはこういうサイクル作ったらもうこっちの方がずっと有利なんでね、このサイクル作るのがまあ難しいっていうか、まあ、ちょっと大変なのかな。まあそこで最初のね、あそこでバルーン行かなかったらサイクルがずっとねもう相手のペースだったんで小屋に何もできないみたいな、そうだからまああそこで攻めたっていうのもあるし、でまあここはもうボムとタルでもう全部防衛できるし、相手こんなエリック使ってたらディガ受けないんでね、エリクサー的にもないしね、ってことで GG ですね。うん、という感じです。なんかこれ大丈夫かな、サイクルっていうか、まあこれに関してはサイクルの崩し方とかだったね。まああとはなんだろうな、手札の回し方みたいな、まあ全部それ意識して喋ってみたけど、まあちょっとリップ解説みたいになっちゃったな。まあこれね、結構こういう企画シリーズ化してやっていきたいなと思ってるんでね、まあそうだな、まあ、本当はテンプレとか出していきたいんで、まあグラチャでもうちょい潜って、あとはマルチとかね潜っていいリップ取れたら、またそれに対してのね立ち回りとかサイクルとか崩し方とかまあ説明できたらなと思います。みんな何が見たいかな、教えてほしいですね。まあ遅延スキラとか、まあラバとかさ見たい人が正直多いと思うんだけど、なんかねきついよね、実際きつい。そのサイクル崩すとか、まあラバーだったらワンチャンいけるんだけど、そのうまくいった時ね、遅延スキラとかに関してはもう最近墓石型で流行っちゃってるから、あれって本当に勝てないんですよそう、まあアチャクイまでいてさ墓石型ってマジで勝てないのね。そうだからもうその相手に対しては結構割り切ってもう捨ててもいいぐらいだと思ってて、他にね遅延スキラ以外でまあみたいなのあればゴレとか、まあラバはちょっと頑張ります。はい、いいの取ってきます。まああとはね、そうみたいなあったら教えてくれたら嬉しいです。まあ今日はちょっとどちらかというと特殊なデッキたち、うん、テンプレというよりは特殊なデッキに対しての立ち回りっていう感じでしたね。まあ僕はだからバルーンはあんま飛ばせないよっていうのと、まあ相手のデッキを分かったら何が強いかをしっかり見て、マスケだったらマスケの延命を考えて立ち回るとか、まあそんな感じですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画良かったらチャンネル登録と高評価、あとコメントお待ちしております。あ、そうだ。昨日のね、8000リーグ、応援してくれた方々ありがとうございました。ちょっとね、結果は、まあ予選敗退という形で終わってしまったんですけど、まあリツイート数でね、あんなすごい大会に出れて本当に嬉しかったし、楽しかったしね、まあ、いい経験になりました。本当に皆さんありがとうございました。ということで、バイバイ。